今回 G マスターというねシリーズのレンズが3本出てきましたけども、そちらの方のですね、注目のレンズのお話を伺いしたいと思います。お話を伺いしますのは、須崎さんになります。よろしくお願いいたします。百野須崎と申します。この G マスターというね、今までちょっとなかったブランド名なんですけども、はい、どういうコンセプトで、生まれてきたレンズなんでしょうか。はい、今回はですね、ボディが高画素化していく中で、やはりその高画素っていうのを高画素に対応できる10年先まで、20年先まで使える高画素を実現するというとともに、クリエイターに昨今求められているボケその表現というところに対して、ソニーとしてはボケ表現がやはり重要であるというふうに考えて、今回その高解像とボケの両立というところをコンセプトとして開発設計してまいりました。で従来そのボケと解像というのはやはり両立が難しく、解像を立てるとボケが硬くなり、でボケを重視すると解像が悪くなるといった形でなかなか両立が難しかったんですけども、今回我々としては新エレメントの XA レンズということを導入して、ボケと解像の両立に成功して、今回70-200、24-70、85-14と3本の G マスターレンズを発表させていただきました。なるほど。ズームレンズに関してはですね、はい、従来もやはり標準ズーム、はい、および、望遠ズームで、はい、開放 F 値 F4 のレンズありましたけども、はい、あちらの方も非常に優秀なレンズだと思いますけども、はい、それよりもさらに上のグレードということになりますね。そうですね、はい、解像性能としては、以前の、F4 のシリーズのレンズよりもさらに1段階引き上げていて、内部の、設計規格としても、さらに引き上げているところで、今回ソニーが送る最高峰のレンズとして、送り出したいと考えています。あと、F1.4 の 85mm なんですけども、はい、これはやっぱり従来もやはり85-1.4 というレンズ、はい、まあ、A マウントのレンズでもありましたけども、はい、その辺と比べて性能はどういうふうに進化しているんでしょうか。はい、ですね、A マウント の85-1.4 ではやはり定評のあるボケというところでしたけども、やはりボケを重視した結果として85-1.4 A マウントの85-1.4に関してはやはり解像度が少しまあ、ちょっと低下しているわけではないんですけども、解像度がちょっと柔らか、柔らかい描写ということですね。はい、でここに関してはさ、従来のボケ表現を、さらに超えたそのとろけるようなボケを実現しながらも、ピントがあったところに関してはすごくシャープというところで、完全に、A マウントの85-1.4を超えるような85-1.4を今回実現できたと考えています。じゃあ明るいことによるボケ効果の大きさプラス、はい、やはり開放でもやはりシャープさは妥協しないと、はい、いうことになったわけですね。はい、あと操作性に関してはかなり気を使った部分でどこかあるでしょうか。ですね、操作性に関しては今回からですね、まあ、やはりAFMS スイッチ、あとはフォーカスホールドボタン、こういったものをちゃんと設けているとともにですね、至る所にシールゴムを追加しており、防塵防滴性能をさらに強化しているというような状態です。2470に関しては、まあ、ズームロックスイッチを設けて、まあ、移動時 のズーム移動 ズームが勝手に伸びるといったそういったところも、考慮して設計しております。はい、かなり、ね、写真だけ見るとかなり大きいなという印象があったんですけども、はい、実際こうボディにつけてみて、まあ、非常にこの α7R2 というのはね、はい、非常にコンパクトなカメラなんで、はい、その大きさのバランスというのが非常に気になったんですけども、はい、かなり手にした感じは、はい、しっくりくるっていうんですかね、はい、ボディの方 の、まあ、剛性の高さもあるんでしょうけれども、レンズもやはり写真で見るよりは、はい、かなり安定感があるというかバランスがいいなという印象を受けました。はい、そうですね、重量に関しては従来の A マウントよりも A マウントの24-70よりも 100g ほど、まあ、軽くなっているんですけども、やはり我々としてもそのデザイン的にボディとのマッチングっていうのが難しいこともありまして、だんだんとこう径の差をつけていくことで、まあ、見た目にも、まあ、ボディとのマッチングを、ですね、まあ、バランスを取っているとともに、やはり持ちやすいような形状というのを意識して設計しております。そうですね、いきなり太い鏡頭がですね、はい、細くなって、ボディにつながるっていうのは見た目にもですねバランス悪いんですけども、これは非常に今言われているようにですね、非常にだん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 その絞っていって、非常に形としてバランスのいい、フォルムが形成されていると思います。それ以外にですね、G マスター、ここがこだわっているという部分があればお伺いしたいんですけども、はい、G マスター、まあ、解像とボケの両立というのももちろんなんですけれども、新たに、まあ、24-70に関しては、ダイレクトドライブ SSM というこのアクチュエーターを、搭載しておりまして、まあ、素早くて静かで、でそして正確な AF というところが実現できているとともに、85-1.4 に関してはリングドライブ SSM といったすごく 100g 程度もあるようなフォーカスを動かすような、まあ、SSM を用いているんですけども、それによってその近距離変動を抑えているという
形で、まあ、光学性能とこの AF の正確さっていうのを実現していると。でさらに70200に関してはそのフローティングフォーカスシステムというのを用いてまして、まあ、全長短縮およびその近距離性能の向上、あとはですね、この動画時にもゴブリングが効くということで動画に関しても使っていただきたいレンズとなっておりますので、まあ、Gマスター静止画と、動画どちらでも楽しんでいただきたいレンズとなっています。 Gマスターのですね、28から70 F2.8、この標準ズームをですね、今操作しております。非常にですね、レンズ単体で見るとね大きいなと、かなりどっしりと重量感のあるレンズだなというのがね写真とか見ると思うんですけども、非常にこのコンパクトなですね、アルファボディですね、アルファ7ボディに装着してもですね非常にバランスはいいです。で、まあ、ボディの方のですねグリップもしっかりしているという部分はあるんですけども、こういうふうに片手で持ってもそんなになんかこうレンズ重くて取り回しができないなというようなね、バランスではありません。非常に大きさと重さがですね、よく考えられて、作ってられると思います。まあ、やはり税金ね 2.8 というのは非常に大きな魅力ですし、非常にこのボケと解像力このどちらもですね、妥協せずに設計されたということで非常に楽しみですし、またこう手にしてもですね非常に剛性感が高いっていうんですかね、確かにソニーがですね技術の粋を集めて、作られたレンズだなというのをね感じさせてくれる外観の印象を受けます。フォーカスリングとかですねズームリング、これも非常にスムースに動きますし、まあズームもですね重すぎず軽すぎず変なですね、引っかかりとかきしみとかね当然そういうのもありませんし、さすがに高性能なおかつですね、高級なレンズだなというのがねうかがい知れる操作性であります。